労働保険とは、日本において労働者災害保障保険と雇用保険を総称したものであり、第2条、抗議の社会保険を構成する。労働者災害保障保険は、政府が業務上の自由による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して、事業主の保障責任に代わって労働者に必要な保険給付を行い、また、 日本においては通勤途上の負傷等に対しても保険給付を行って労働者の生活の安定を図る保険である。雇用保険は労働者が失業した場合などに保険給付を行って労働者の生活の安定を図る保険である。ただし、公務員は国家公務員災害保障法、地方公務員災害保障法によって公務中の災害及び 通勤途上の災害が保障され、また国家公務員退職手当法、地方公共団体の条例によって退職手当が支給されるので、労働者災害保障保険及び雇用保険は適用されない。労働保険徴収法によって労災保険料と雇用保険料は労働保険料として原則的に一括して徴収される。 労働保険料は毎年6月1日から7月10日までに会社等が算定期間内の給与をもとに確定保険料と概算保険料を算定申告しまとめて前払いをする。これを労働保険の年度更新という。厚生労働省では毎年11月を労働保険的要促進強化期間と定め集中的に労働保険的要促進活動を 展開する。ありがとうございます。